熊本市現代美術館熊本駅熊本市現代美術館の位置熊本市現代美術館は熊本県熊本市中央区にある私立の美術館。英語表記はコンテンポラリーアートミュージアム熊本。熊本市中心市街地の真ん中で最も交通量の多い通り長筋と上通りとの交差点に立つビプレス。熊日会館の3階に設置された九州で唯一の 現代を勘たる美術館。ジェームズ・タレル、マリーナ・アブラモビッチ、草間弥生、宮島達夫といった国際的に活躍する4人の現代美術家たちによるインスタレーション作品が館内に高級的に展示されており、いつでも見ることができる。また、数千冊の本が自由に読めるホームギャラリーや、子育て相談もできる子育て広場など、メインの展覧会場以外は全て無料で、 利用することができ、待ち合わせや休憩など、市民の憩いの場として利用されている。2009年に、写真家の荒木信義が撮影した地元の熊本で、募集した母親と子供の母子グード写真集の、熊本ララバイが展示された。上津栄地区大石市,市街地再開発事業、建築概要 A 棟を、参照展覧会や、美術のワークショップ等のほか 毎日19時からは、ホームギャラリーで、ボランティアによるピアノのコンサート、毎週月曜日には、映画上映会が行われるほか、各種コンサート、詩の朗読会、絵本の読み聞かせや人形劇など、様々な活動が行われている。また、美術館での活動以外にも、学校での出張ワークショップ、街中でのアートプロジェクト、街づくりを考える研究会等、 幅広い活動を行っている。熊本出身の生人形作家、松本喜三郎、安本亀八を中心に、開館前から研究を続けており、当時は芸術とみなされていなかった、性人形に光を当てた。その他にも、反戦ンン病療養所、漫画、メディアアート、ファッションなど、現代の視点で古いものから新しいものまでを、歴史の中で検証し、紹介するほか、 最近ではミュージアム IPM にも力を入れている。2014年6月、日本で初めて美術館内に児童福祉法上の地域子育て拠点施設としての街中子育て広場を設置。10時 -15-00 までは子育てアドバイザーが常駐しており、子供を遊ばせながら気軽に子育ての相談をすることができる。2010年7月、 高知県高南市の文化施設、江金倉から借り受けていた幕末の絵師、広瀬金蔵の屏風絵のうち五点を、群乗作業のミスによって変色させた。通常、美術館や博物館は、展示品の群乗作業を行う、有資格者を配置するか、もしくは、館員立ち会いの下で専門の業者に委託するのが一般的である。しかし、当館に勤務する。 学芸員の5人すべてが資格を持っておらず、また、開館以来、所蔵品、展示品の館内での燻乗作業の経験も一度もなかった。さらに、今回の作業を依頼した業者に対しても、変色の可能性のある貴重な美術品であるということを十分伝えていなかった。そのため業者は、絵画専門の燻乗業者でなく、下請けの旗箱燻乗業者に作業を依頼したという。 今回の不祥事に対して、美術関係者からは、考えられない、訓定作業は必ず業者と打ち合わせし、学芸員が立ち会うのが基本との声も出ている。これらの作品は、東京に送られ4年をかけて、修復作業が行われ2017年春に、エカネグラに返還された。ありがとうございます。